ていきましょう。はい、まず、はい、1番、はい、お願いします。おはようございます。誰やんだ、みぞっちだよ。朝倉は皆さんお疲れ様でした。はい、楽しかったですね。今日は何も見えてないんで、今日ロットマンおかっぱり大会第8戦、うん、じゃあ9戦、はい、9戦です、はい、参加者少ないですけど頑張りましょう。はい、お願いします。なんか面白いことして、さよなら。はい、スバル君、はい、おはよう。おはようございます。はい、第9回今日は半ズボンじゃないんですね。ちょっと寒いです。めっちゃ冷えそんなんじゃリナディに怒られるよ。11時までとなっております。大丈夫です。大丈夫です。はい。年間王者。年間になります。頑張ります。年間王者。とりあえず今日続きます。続きます。はい。大丈夫ですか。大丈夫です。キーパーは25センチ以上になります。いいですか。いいですか。いいですよ。おはようございます。おはようございます。練習とかしました。いや、全然してないですね。してないですか。エリアの方は、はい、なんかありますか。大会何かこうパターンみたいな、なんか、いや、もう全然初めてなんで。あ、そうですか。はい、あの黄色い頑張ってください。はい、友達、友達です。はい、僕のビギナーなんで、はい、ビギナースラックがあると思います。ある、それを目指して頑張って、何でもありで、何でもありで、はい、はいはい、おはようございます。おはようございます。もう待ってたね、今ね、横で待ってない、待ってないです。おはようございます。練習しました。1日ぐらいしました。触れたいですか。一応感覚はいいですけど。言われね、言われね。そうですね。あ、待って、これ動画は後からアップされるけどね。うん、はい、そうですね。頑張ってください。寒いですよ。大会開始から終了まで、ヤマピ、ヤマピ、車の中に戻ることは禁止となります。はい、スタックル組み替えをちょっと。昨日は釣れてないですね。ノーバイトです。ノーバイトです。バイトするならタウンワークですね。はい。鬼の方は、必ず陸上も使います。頑張ります。頑張ってください。はい。どうも。はい。それと今日は照明の訓練があるんで、はい、もし、ここのなんかありますか。なんもないです。練習したらまともにしてないです。一番止めますようにお願いします。まあ、どうせ冷えたんで、大体こんなもんかなっていうのをやってきます。質問ありませんか。いますか。以上です。はい、わかりました。はい、内容なのでスタートしたいと思います。はい、始まりました。はい、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 いつもの、はい、はい、おはようございます。頑張って。おー、馬桜、馬桜頑張れよ。頑張ります。石田くん、馬桜パワーです。はい、あー、どうぞどうぞ。おはようございます。いいですか。はい、頑張ってください。はい、はい、こんな状況ですね。はい、はい、今日の来年も駐車禁止って決まったとき、はい、おはようございます。今日はなんかいつもと誰かが違いますよね。なんで一応よ、ポジション、場所が違いますね。場所が違う、工事しようけね。はい、はい、綺麗になりよ、音楽綺麗になりですね。皆さん頑張ってください。な、昨日釣ってたね、あんたね、大きいの。釣ってたね。うんじゃねえ。ちょっとね、溝口と一緒でね、うん、目を大きくせないカメラ。そんな。ん？いい魚触ってたね。はい、釣れました。なんかこういうこの時期の、はい、そのおかっぱりする人に向けて、なんか この時期の音楽が、うん、どんな感じだったら釣れるのか、やっぱり徳田プロ、年間2位の徳田プロからちょっと一言。うん、もう結構デカバスはでかいのは多分落ちた感じで、うん、まあミドルから上は小さいのが多いんですけど、うん、やっぱその下ディープ1段落ちたとことかに、まあ音楽家で言えば、うん、まあディープって言っても4メーター5メーターとかがディープになるんですけど、 そうだね、まあ、そこら辺を探っていけば結構サイズがいいのが釣れると思います。ここだけの話、ちょっとなんかどうやって釣れたの、どうやって釣れたのは、僕はフットボール、うん、フットボールですか。はい、まあ音楽で流行りの中田ジグ、へえ、で釣れました。あんまりしないのにね。そう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 、うん、まあね、この時期やけもう上は小さかったんでちょっと落ちたとこどげかなと思ってしたら釣れたんで、うん、まあでも11月初旬かまだなんですけど、うん、まあ水温もまあ17度、うん、17度から16度あるんで、まだまだ巻いても釣れる時期かなと思います、うん、はい、ありがとうございました。はい、フットボールで釣れる、釣れる、ジョーン、ジョーン、ありがとう。はい、
バンディさんありがとうございました。お疲れ様でした。声が戻りました。声が戻りガサガサボヘミアンやったもんね。ボヘミアンやったっす。はい、疲れが全然取れんでも今週やばかったっす。やばかったっすか。そうですか。今日ゆっくり休みます。はい、今日は大会の運営よろしくお願いします。はい、お願いします。どこに頼むんです。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日は40人です。ちょっと寂しいですね。だん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 少なくなってきます。はい、寂しい。ジョーン、何かありますか。ロットマンの方、ロットマンの方から、店の店舗の側から何か一言。悲しいジョーン。今日はいつもと違いますよね。いつもと、そう、消防の訓練があそこでやってるし、あそこ工事やってるんで、はい、一応ここにこっち側に設営ですね。テントとか立ててみましたよ。はい、はい、ちょっとなんかサウンド説明とかしてもらいましょうか。はい、これポスターみたいなの作りました。はい、でこれから出るラインナップ3機種と、はい、今までの7機種の説明を書いております。はい、ぜひお願いします。店舗の方に寄られて、はい、お手に取って、はい、はい、並べておりますので、いつでもご用命があれば、はい、ロットも貸し出しして手に取ってね、そうですね、してもらえれば、はい、良さが分かるかと思います。今日も、はい、今日も大会運営頑張ってください。頑張る。じゃーん、昇竜拳。お、変な人たち、変な人たち、変な、変な人たち、変な都道府県。はい、都道府県。都道府県。はい、ありがとうございました。昇竜拳もういい。俺のタトゥーラーあるやん。はい、今日は朝寝坊した白石くん、朝寝坊した白石くんね。もう寝坊とかいいよ。今週のスポットライト、いらん、いらん、そんなもんね。ちょっとなんかちょっと寝坊した人さ、意外となんか釣れる感じやけどさ。分かった分かった。あの、じゃあ、今日はあれを投げ倒す、ロストするまで、小次郎シャット、小次郎シャット、ありがとう。するまで投げ倒して、よっしゃ、頑張ってね。遅刻した人には運があるぞ。頑張れー、ありがとう。ということで、遅刻してもねエントリーできるんで、はい、頑張ってください。ありがとうございました。はい、神でプロ、はい、頑張ってください。はい、ちょっと待って、それめちゃくちゃでかいじゃないですか。これに書いていた。うわ、釣れたるは教えてください。これはバトルホークの3インチ。え、バトルホークの3インチ。おお、素晴らしい。はい、写真撮ります。よっしゃー、 OK、 釣れたるは教えてください。フレディとシザーコブです。おお、はい、釣れたるは教えてください。ハリーシュリンプのフリーリグです。はい、あれ、リミットメイクですか。リミットメイクです。マジで練習の成果出てきたじゃないですか。とりあえずこれギリの、ギリの方ですね。ギリ25測ってきました。測ってきました。はい、もう一回、はい、釣れたるは教えてください。はい、HP ショットのダウンショットです。はい、はい、これで広島くんに、いやいやいや、自慢できる？できるじゃないですか。できる、できるじゃないですか。できますね。ほら、そっちの大きい方は、こっちも HP ショットのダウンショットです。はい、はい、釣れたるは教えてください。エバーグリーンのなんだっけ。エバーグリーンの、あ、何テールやったかな。 OK です。それでは3位の小川さん、釣れたエリア、釣れたリグ、肝などあったら教えてください。皆さんお疲れ様です。自分が釣れた場所は、ボートのリバーの下流のところの一番近場の岬のところで、釣れたルアーがエバーグリーンの、ツインテールリガーを岸元に投げて少しアクションしてちょっと待ってたら、バスが食いついてきたっていう感じです。猫リグですか。そうですね、猫リグで。シンカーはどれくらい。いや、もうシンカーも何もつけずに、ただのノーシンカーで。じゃあ真ん中は脇掛けして。そうです、そうです。で、放置したら釣れた感じです。石の岬で一番目。はい。それは練習から見えてた感じ。いや、たまたま
やってみようっていう感じでやってみたら1投目で食いついたんですね。なるほど、はい、はい、おめでとうございます。それでは2位の片原さん、お願いします。お疲れ様です。今日朝一、まずですね、赤レンガの下流にあるテトラエリアに入って、で、ノーバイトで。で、ちょっと移動しようと思ってですね、ブクブクに移動して、で、そこで、まあ、巻き倒してたんですけれども、何もなく。で、手前にオレンジの部位があるんですが、そこに、7グラムのフリーリーグ。トレーラーはハリーシュリンプ。カラーは、クリア系のちょっと忘れましたけれども、それで9時ぐらいですね、立て続けに2本、まずキロアップが釣れて、その後にキーパーが釣れたような感じで、あとはもう続かなかったですね。はい、以上です。はい、おめでとうございます。それでは優勝の西田さん、お願いします。お疲れ様です。釣れた場所は2番目の岬で、はい、市役所前の、ヘビーキャローの 21g で、ワームはバトルホック 3.31、 カラーはスカッパノンです。私の場合も全然下手くそなので、プライから全くどこも釣れてなくて、もう焼けっぱちの一か八かの、私にできることはそれぐらいかなというような感じで、ヘビーキャローを投げ続けたという、ただそれだけですね。はい、以上です。ロットはどんなロットですか？ロットはリベリオンの7フィート3ぐらいの、はい、そうです。ラインの太さ、ラインは14ポンドのシーガーの青色の箱のやつで、リーダーが9ポンドのシーガーのグランドマックスとかやつですね。もう偶然です。深いと、おそらく4メーターないぐらいの地点じゃないかなというふうに思います。外れた瞬間とかずれてきて、落として30センチも引いてないんじゃないかなと思うんですけど、小さい当たりがコンと来て当たったかなと思って聞いてみたら根がかりかなと思って、ずっと根がかりと思って引っ張ってたら根がかりが動いたというような感じで、それでもう岩間が小さいんで濁いが吸ったのかなと、途中までずっとバスと思わずに引っ張ってたというような、もうなるほど、そんな感じです。はい、おめでとうございます。はい、はい、動画視聴ありがとうございます。最新動画関連動画はこちらから、視聴者登録はこちらから、グッドボタンもよろしくね。せーの、バイなら。オッケー。